プレーボールまで30分を切りましたよ。早川神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、元気ですか？こんにちは。スワロースタジアム DJ パトリックです。今日もみんな一つになって応援頑張っていきましょう。そしてフィールドには東京のスワローズマスコットつば九郎の妹つばみちゃん。はい、今日もプリティーね。はい、つばみちゃん、今日も一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。つばみちゃんも着ていますこのユニフォーム。そうです、今日はですね、東京ヤクルトスワローズクルーデイ2020ということで、東京ヤクルトスワローズ選手たちもこのクルーユニフォームを着て戦っていきます。お、スタンドを見ていてもクルーユニフォームを着ているスワローズファンの皆さん多くいますね。はい、どうもありがとうございます。で、レアなプレゼントも皆さんゲットしましたでしょうか。とにかく選手たちと同じユニフォームを着てね、勝利に向かって共に戦っていきましょう。そして昨日からですね、施設応援団の協力を得まして、チャンステーマがそろそろチャンスの時には流れます。まあ残念ながらね、声を出してのこのチャンステーマで盛り上がるということはね、ご遠慮いただいているんですけども、チャンステーマの時は同様手拍子でより一層盛り上げてね、ソローズが得点するように一緒に盛り上げていきましょう。今日はみんな一つになってソローズの勝利のために応援頑張っていきましょう。よろしくお願いします。さて、今日も中日ドラゴンズを迎えてのゲームとなります。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。共に気持ちいい応援で試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、本日の試合は AK レーシングナイターでお送りしていきます。私の隣にはですね、マスコットの AK レーシング君が来てくれています。どうもありがとうございます。はい、もう AK レーシングそのものといった感じがしますけどもね。 AK レーシング君にはこの後花束の贈呈などお手伝いいただきますので、 AK レーシング今日もよろしくお願いします。お願いします。どうも。イエス。はい、そして今日はですね、始球式に AK レーシングアンバサダーのケイン小杉さんが登場します。パーフェクトなピッチング、始球式ね、期待しましょうね。どうぞお楽しみに。それではウェルカムコメントいきましょう。今日はこちらの選手です。東京ヤクルトスワローズの宮本です。本日もご来場ありがとうございます。今日も熱い応援よろしくお願いします。はい、宮本選手からのウェルカムコメントでした。どうもありがとう。 Thank you 宮本。さて、今シーズンの試合では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた様々な取り組みを行っております。皆さん、スーパーカラービジョンをどうぞご覧ください。楽しく観戦していただけるように、東京ヤクルトスワローズより皆様の健康と安心のためのお願いです。球場内ではマスクの着用をお願いします。球場内に消毒液を設置しています。こまめに手の消毒をお願いします。咳やくしゃみをする際はマスクやハンカチなどで口や鼻を押さえる咳エチケットにご協力をお願いします。ご自分の座席から移動しないようお願いします。感染者が発生した場合、周囲に着席されていた方への注意喚起をする場合があります。本日より14日間はチケットをお買いいただきますようお願いします。スタンドに入るファールボール、ホームランボールは座席を離れて取りに行かないようにお願いします。大声を出しての応援はおやめください。拍手で応援していきましょう。タオルを振り回す応援は禁止とさせていただきます。傘を振る際は声を出さずにソーシャルディスタンスに気をつけてください。その他、飛沫感染、接触感染防止のため、これらの行為は